アミューズメントゲームワッチャプリマジ。プリマジは魔法のカードを使っておしゃれにコーデしてキラキラ豪華なリズムゲームが楽しめちゃうゲームだぞ。ゲームの遊び方を私ミュムがみんなに教えちゃうぞ。まずはコインを2枚入れてゲームスタート。ゲームの最後にコーデカードが1枚必ずもらえるぞ。プリマジしたいキャラクターと遊ぶ曲を選ぶんだぞ。キャラクターや曲はどんどん増えていくからお楽しみに。コーデが宿った魔法のカードコーデカードを使ってコーデチェンジだぞ。カードを画面にセットすると魔法の力でカードからコーデが飛び出して着替えるんだ。すごいんだぞ。コーデのブランドを合わせたり最新章のコーデを着るとワッチャがアップ。いろんな組み合わせを試してみるんだぞ。コーデ決定。素敵なコーデに変身したらステージへレッツゴーだ。さあゲームスタート。まずはステージに上がるドキドキの瞬間、コーデ&レスポンスだ。光ったカードをタッチして自分のコーデをアピールしちゃうんだぞ。会場も盛り上がってるな。曲が始まったらリズムゲームスタート。コーデの妖精コーデメイツが枠の真ん中に入ったらタイミングよく同じ色のボタンを押すんだぞ。うまくいくほどワッチャがもらえるぞ。長いバーでつながったコーデメイツが出てきたらボタンを長押しするんだぞ。次はプリマジフロートタイム。空飛ぶフロートに乗って会場をもっともっと盛り上げるんだぞ。ボタンをいっぱい連打、まだまだ連打、まだまだ連打だ。おー、コーデメイツたちがコーデを持ってきてくれたぞ。コーデメイツが持ってきてくれたコーデはすぐにお買い物することができるぞ。欲しいコーデがあったらコインを入れてゲットしよう。ゲットしないときは画面にタッチしてコーデを左にスライドしてスキップもできるぞ。お買い物が終わったらコーデメイツタッチ。集まってきたコーデメイツをタッチするんだぞ。タッチできた分だけワッチャがもらえるぞ。次はいよいよ魔法の大技プリマジイリュージョンだ。パートナーの魔法使いと協力して魔法のイリュージョンを起こすんだぞ。光るカードをタッチするんだぞ。やったー、イリュージョン大成功だぞ。さあ会場の盛り上がりは最高マックス。プリマジバッチリ決まったな。最高に盛り上がったプリマジに引き寄せられて最後にコーデメイツがコーデを持ってきたぞ。どんなコーデかな、ワクワクだぞ。やったー、魔法のコーデカードをゲット。カードは忘れずにカード出口から取り出すんだぞ。コーデが宿ったコーデカードをゲット。キラキラ輝く魔法のカードだぞ。すごいな。遊び方は分かったか？みんなもプリマジにチャレンジし